スイッチ版ですねこれ、まあ、ちょっと役者は後で触れます。これあれでしょ、あのパッと見はめ込み合成に見えますけど違う、 違うんですよね。これ本当にこの画面で遊べるんで、これ初出しですよね、スイッチのこのプレイしてるのは。そうなんです、95歳ならでかいよこれ。綺麗ですよね。そうですね、あの、ね、ちょっとパッと引いた感じ、背景とかが鮮やかに見えますね。チャンス、全力で引く。直撮りでこの綺麗さは多分、そうそう、あのアウト、画面アウトしてるわけじゃなくて、本当にあのいわゆる肩越し直撮りってやつなんで、はい、それ考えてここまで綺麗なんで、本当に実機で見るともっともっと綺麗に見える。そうですね、コメントでも綺麗というコメント。なぜかまた釣りをしてるというね釣りゲームではありませんよ、ね、釣りもできます、はい、大丈夫です、はい、この後ちゃんとバトルも、はい、うちの安西がすごいバトルを見せますから、はいはい、そうなんです、バトルプランナーの安西さんという方でございます。あ、ほらメイブですよ、はい、メイブ。これあのドラゴンクエスト10遊んでない方に簡単に説明すると、いわゆるエンドコンテンツ寄り の強い敵と戦うっていうコンテンツでして、はい、その中で一番新しく実装されたモンスターですね。そうですね、はい、なのであのオンラインゲームもうすでにやったことあるという方はこういうこう腕試し的なコンテンツも用意されております、はい、さあということで安藤先生普段メイブやってるんですかね。やってないと思いますね、結構ふんだんにお見せするんですね。でも綺麗に見えません、多分会場でご覧のいただ皆さんも、ね、この2回ぐらい通してこれぐらい綺麗に見える、ね、会場でもうんうんと言ってくださってる方もたくさんいらっしゃいますか、ね、あ、これはだいたいこんなもんですね。あれ、全滅しちゃう、あ、全滅しちゃう、もうこれやっちゃったね。でこちらがプレイステーション4版ですあ、プレイステーション4版追加のですね、はい、こちらは、画面をあの HDMI でアウトしているものと、直接あの直で撮っているものを2つ。後ろの方の背景なんという綺麗さでしょう、はい、本当にあのあれだけ大きい画面で映してこれだけ綺麗に見えるので、はい、おうちに大きいテレビがある方はプレイステーション4版もぜひ遊んでもらいたいですね。綺麗ですね。さあ、ドラゴンクエスト10はこんな感じで竜に乗ることもできるんですね。そうなってきますね。これはめ込み構成じゃないですか。違いますよ、ね、安西さんまではめ込みに見えるって変な映像です、ね、安西さんがそもそもブルーバックで撮ってるんだから。そうそうそう、安西先生のはめ込み映像がありません。はい、いや、いいですね。これ分かるかな、このレーサー。あとこう字なんかもちょっとくっきり見えるような。そうですね、はい、感じがしますね。やっぱり空気感、あの、なんでしょう、あの空気感とかその、はい、フィルターの綺麗さですかね、大きいのは。そうですね、あ、はい、ここはもうそもそも今でも綺麗なフィールド、ね、先ほどちょっと様子見も言ってましたが、はいはい、これをやっぱり大きい画面にしてもかなり綺麗に映るっていうのが魅力ですかね、はい、綺麗ですね、はい、そうですね、ここ、はい、コメントにもありますが、夜夕方もさらに綺麗なフィールドです、はい。あ、安藤先生、またそんな、また証拠にもなくバトルをする安藤先生、そんな、いいんですよ、バトルそんなやらなくてもまあ、あの、こう、コインボスと言われるね、まあ、過去に登場したボスなんかとこう対戦して勝ったら、こう、ご褒美のね、アクセサリーなどアイテムもらえるなんていうコンテンツも、そうですね、人気のコンテンツの一つでございます、はい。今だけでも結構なんか安西さんがボソボソ言ってるんですけど、それはまたなんか安西さんのツイッターかなんかで確認してくださいあのコメントに独り言すごいってあったんですけど、違います、ちゃんとあのプレゼンというかねしてくれてるんですよさあ、こんな感じでバトルもスムーズにぬるぬると綺麗動いてる。やっぱ堀井さん綺麗な画面で見る。そうですね、こうやって見るとしかも結構もうできてる感じがしますよね。皆さんこんにちは、ね、ただいまご覧いただいた任天堂スイッチ版、それからプレイステーション4版、それぞれ現在鋭意開発中です。楽しみにお待ちください。はい、というわけで以上、はい、安西